沖縄天ぷらを求めて南部ドライブ。沖縄南部ドライブ中です。どこかでお昼ご飯を食べないといけないんですが、なんかお店に入るのが面倒くさい。天ぷらでも買ってそれで腹を満たしましょう。八重瀬町港川よし鮮魚店にもしばらく行ってないので、今日はそこで天ぷらでも買いましょう。よし鮮魚店の天ぷらを2つくらい食べれば小腹も満たされると思います。港川に入る信号まで来ました。この信号機を右に曲がると港川です。正面、夕日川が見えてきました。ここは右に曲がります。右手に南国食堂が見えてきますが、ここはまっすぐに進むとすぐによし鮮魚店です。よし鮮魚店の前に車が 3,4 台止まっています。天ぷらを買う人たちですが、10人以上いるようです。これは相当待ちそうです。前回来た時には30分くらい待ちましたが、今日は待ちきれません。隣の大島に行って大島の天ぷらを買うことにします。ここから大島までは車で4分くらいです。今右手に見えているのは夕日川です。毎年ここではハーリー競争が行われます。小さな地区の小さなハーリー祭りで、それはとても良い味わいがあります。私も港川のハーリーが大好きなんです。難点はこの南部地区は同じ日にハーリー競争が行われるので、大島ハーリーを見て港川を見て糸満を見るとかはちょっと無理なところです。今年のハーリー祭りは規模を小さくして開催されたと新聞で見ました。毎年大島のハーリーは見学に来ていたんですが、コロナ騒動でここ 2,3 年は大島ハーリーを見れていないのが残念です。来年こそは例年のごとく大々的に開催してほしいところです。
奥島が見えてきました。坂を下って小さな離島が見えてくる。このシチュエーションいいですね。奥島に入る時にはここでいつもワクワクします。橋を渡って右手には天ぷら屋さんが2つ、左手には1つあります。今日は左手にあるてるちゃん天ぷらに行きます。ここのもずく店大きいんですよ。今日は土曜日だし間違いなく空いていると思います。あっちゃ、閉まってます。どういうこと？定休日となっています。ガーン、想定外です。困りました。どうしましょう。また港川の吉鮮魚店に戻ることにします。はい、どうも。はい。すいません、時間かかるでしょ。時間かかるでしょ。母さん、どのくらいかかる？最後の9個10分ぐらい。あ、そうね。夕日川が目の前に見える。一等席が空いていました。トムチャンプル、外国人用のメニューが貼られています。県民にもあまり知られていない食堂だと思うんですが、やはりここにも外国人観光客が来ていたんだ。
今日の豆腐チャンプルーは少し量が少なかったので、次は野菜炒めか味噌汁にしようかな。南国食堂の名物料理はイカチャンプルーです。これは前回食べました。よかったですよ。さあ、あとはよし鮮魚店で天ぷらを受け取って帰りましょう。こんにちは。さっきの。あ、こんな。できてる？食堂に食事に行ったの。実は南国食堂の豆腐チャンプルーの量が少なめだったし、よし鮮魚店で買った天ぷらを一つ公園で食べるつもりだったんです。天ぷらを食べる絵で今日の動画はおしまいと考えていたんですが、なんか今お腹がいっぱいで天ぷら食べられません。南国食堂の少なめに見えた料理、あれは年配にはちょうどいいくらいの量だったようです。沖縄の青い空に天ぷら似合いますね。本日も最後までご視聴ありがとうございました。